すごい、これが新しい私なのね。どう、少しは大人っぽくなったでしょう。うん、なった。まあ、師匠にはいろんな意味で鍛えられたからね。どういうこと？ほら、師匠ってすっごい忙しい方じゃない？机で寝てたりとかよくあるの。それで起こしに行ったら、ものすごい逆ギレされたり、やっとのことで修行を見てもらったら、機嫌が悪くて、そりゃ理不尽なことをやらされるし、実際何度か死ぬ思いをしたけど、そのおかげで精神的にはだいぶ強くなったわよ。ああ。どうかした？聞くんじゃなかった。まあ、頑張って。さて、そろそろプレゼント用のキーワードを発表するわね。二つ目のキーワードは、小さいつ。